皆さんこんにちは、ダイエットトレーナーの根岸です。三大栄養素で炭水化物、タンパク質、脂質ってありますよね。この中で脂肪になりやすいランキングって知ってますか？1位が炭水化物、2位が脂質、3位がタンパク質なんです。なんで炭水化物が1位かというと、使い道が1個しかないんです。そう、運動エネルギーという使い道しかないんですね。次に2位の脂質、これは使い道が2箇所しかないんです。そして3位のタンパク質っていうのが使い道がたくさんあるんですね。そう、その使い道の数によって脂肪になりやすいかなりにくいかっていうのが分かれるんです。逆に言うと、糖質ゼロのタンパク質と脂質だって摂取しすぎたら脂肪になりますからね。